宝刀の熱意に動かされ、劉備は益州攻めを決意する。劉備が国を持てば、彼の目指す仁の世も実現しやすくなる。宝刀は早速成都攻略の下準備にかかった。まずは劉備の愛馬適路に乗り、益州偵察に乗り出す。配下のために自らの愛馬をためらうことなく与える。そんな情け深い主君の志を叶えるために、どこへ行くのです、うん、おや、見つかっちまったかい。進軍経路に気になることがあってね。ちょいと偵察さ。その馬は劉備殿に貸してもらったよ。こいつさえいればすぐに戻ってこられる。じゃあ行くよ。あの白馬、いたぞ、劉備だ。矢を追いかけろ。やっぱりそうきたかい。劉備殿にこの道を通らせちゃダメだ。宝刀、お前は私の宝数画領諸葛亮と等しく両輪となり、仁の世を導き支えてほしい。分かってるよ、劉備殿。さあ適路、お前さんに宝数の翼をあげよう。このまま劉備殿のもとに飛ぶとしようか。